お疲れ様です、マフィーです。今回は神の HP1.1、魔のアタック1.1、竜の HP1.1 ですね。前にささやき使ったんですけど、あの時ね、代償が結構いて、あと、まあ、メヒストとか当たったっけな、そんな感じだったんですけど、今日ね、竜の HP 上がってるんで、代償さえ来なければいけんじゃねえかなってことで、こちら、心電図引っかかったって名前でずっとやってるんですけど、このカフネリーダーの回でやっていきたいと思います。で、ちょっとだけ変えてますね。コンボ封印全部抜けました。グノーとアナビス抜いた理由としては、今日はね、神の HP が上がってるということで、アンナプールナ以外にもね、この神の英語まであるリフィエルとか2周年ザフキエル、この2枚を採用して HP を底上げするという狙いですね。あと、コンボ封印を抜いた理由ってのが、今日マフェリアがね、本当にいない。マフェリアがね、全然いないんで、そう、なんでかっていうと、他の HP が上がってたりとかいう感じでね、マフェリア使う理由が少ないといったところで多分いないので、コンボ封印をね、全部抜いて、もうマフェリアに対してね、コンボ封印って強いところがあるんですけど、まあ、コンボ封印抜いた分ね、このシールドで固めて、あいつ、代償か、代償対面でなんとか勝ちに行きたいなっていう感じですね。代償対面ね、HP 高い方が勝ちやすいし、コンボ封印やったらね、強いところもあるんですけど、どっちかっていうともうシールドでね、固めていく方がいいんじゃないかなと思いました。で、マフィリアいないんだったらラーに抜いてもいいかなって思ったんですけど、メヒストも全然いるし、とりあえずラーには入れとくかって感じです。やっていきましょう。よし、行くぞ。で、今11時ぐらいに撮ってるから、前は1時間ぐらい勝てたんか。あの時みたいにね、1時間も勝てないかもね。っていうのも、日付が変わる可能性があるんでね。日付変わったらさすがにちょっと負け終わりじゃなくなるかもしれません。まあ、そんなに勝てると思ってないんですけどね。 OK、 耐久来た。耐久はもう相性いい。今日さ、耐久がいるんでね、耐久対面にもこの火炎っていうのがまあ強いんで、これもロック切っちゃおう。で、耐久対面は先行後攻で、まあ、先行の場合はね、テンプレ通りの打ち方でいいかなと思いますね。定石通りに打ってよくて、で、個人的には後攻だったらちょっとだけオセロしようかなっていう感じです。なんでこのまま相手が縦に取ってきたら、もう普通に仕打ちカフにしようかなと思います。オッケー、オバロ耐久っすね。オバロ耐久対面の場合、てかまあオバロ耐久じゃなくてもそうなんですけど、まあ、燃やすよりかはどちらかというとダメマス生成を集中する方がいいと思います。ただこの場合は普通にね、打っちゃいます。この場合はね、普通に打っちゃって、白座につけてって感じで打っていいかなと。ダメマス生成、つまりは終盤ですね。例えば、まあ、終盤じゃなくてもそうかな。ハンナとか、ローディとか、あとフォーティアのコンボのダメマス生成っていうのをね、頭に入れて打っていった方がいいかなと思います。 OK、 よしよしよし。で、ここ人竜切っちゃってもいいんだよな。人竜切ってよいしょ。で、 E6 多分ここね、平行来ると思うんですよね。そこに対してラーニで E6 当てて、で、角に打たせることで一旦その強火の状況はね、相手に与えます。 OKOK、 デバフか。デバフちょっと珍しいな。はい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 、いらっしゃいませ。あー、めっちゃ引き強いがゆえに、これ逆に引き強くないんだよな。最初に引いてもしょうがないところがあるんでね、あんまりね、引きたくなかったんですけど、次のターンどうしよう。コルヌ打っちゃうか、ちょっと早いけど、まあデュポンとベルが揃ってるしな。で、多分これカード来ると思うんですけど、さっきフィロギー発動したから、これ神ターンなんで白座のコンボが発動するよな。まあ、これはカード来るでしょ。 OKOKOK。 で、サルースで回復入れられる。よしよし。で、そこはね、もうしっかり強火で、はい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 、上手に焼いちゃいます。ただ毎ターンその回復量が1800近いな。これね、まあ、コル塗っちゃう、コル塗っちゃう。この2枚あればなんとかなると思います。で、このハンナのコンボ、あ、でもハンナのコンボこれあれか、終盤だと通常マスだから上書きできないのか。上書きできる封印、ダメマスの生成って誰がいたっけ。ローディーとかか。OK、 そこの X 打ってくるのはちゃんと分かってて、分かってるなっていう感じですね。で、ここは、どうしよっかな。D2 に打てば D6 燃やせるけど、ハンナ、ここ意見分かれどころっすね。もう一回 D2 打ちますか。よいしょ。で、このハンナ取らせまして、一応フォーティア持っときます。あんま持って、あ、フォーティアでよかったかな、今。フォーティアだったな。ちょっとミスりました。すいません、ミスりました。これフォーティアでよかったっす。取られた後に角にハンナ打てたんで、これフォーティアでよかったっすね。で、ウィンドキュアと。はいはいはい。これ右上 X パッと見強いな。右上 X 打って、つけてきてもあれだし、左下 X 打ったらそれ取って、全然勝負できるな。
あ、でも A に打たれるか。でも A に打たれても別に何か打っちゃおう。もう結構ね攻めます。マス生成されてないんで、もうがっつり攻めちゃっていいと思います。攻めの一手で、ここでコルヌが切れるので、ティポーンのタイミングも見ていきたいかな。 OK、 それは普通に取ればいいっすね。はいはいはい、OKOKOK。でここ十字とか引いたら強いな。でもこういう時にね、あのハンナ持ってたらね結構強かったんですけど、ちょっとさっきねミスが入りましたね。はいはいはい、ベルーガか。相手の次の打ち筋考えるか。こっちが角に打ったら相手打てるところが F3 かそんぐらいになるから、ベルーガで、いや1個しか増えねえのか。それはあんまり強くないな。ティポン打っちゃうか。やっちゃえチップ、ガンガン攻めましょう。でこれで B6 か F3 にしか打ってない。あと F4 か、 F4 あるんですけど、 F4 だとカフネ炎上戦場だし、 F3 も炎上戦場だし、ここは攻めのチャンスなんで、一気にね、あのカフネの炎上戦場か B6 に打たせるっていう感じですね。で B6 ってきて、もうあのこっちがねあれ打てば OKOK。 それだったら、無視してもいいけど、ダメマス生成できるね。でも今は無視かな。後々だ無視して、一旦無視してダメマス生成いつでもできる状況作っといて、その上でね、後からダメマスで押し潰す感じですかね。はいはいはい。で、ここは、ベルーが打ってば、あれできるけど、まあ普通に先でいいや。あんま急がなくていいから。よいしょ。これで相手 C5 来るかな。OKOK。で、カフェンしまして。で、C5 来たとして、これか、あ、書きますか。まあ、言うて次、あ、A3 とか強そうだな。A3 打って、OKOK。よしよしよし。A3 打って、あの、右上の E1 狙いに行きたいな。OKOK。で、燃やします。OKOK。ベルが打っちゃおっか。A3 来ます。C に来る。いや、B6 でもうダメマス作っちゃうか、これ。うん。で、C6 打ってきても、燃えるもんな。うん。ダメマス作っちゃおう。作っちゃいましょう。さあ、どんどんしまっちゃおうね。OK、これで燃やしまして。で、次、フォーティアで、あの、なんだっけ、シーラザードか。シーラザードとルーティーを強火にしましょう。で、C6 来たら、C6 のコマも強火になるんでね。OK、そっち来るか。まあ、さすがに外周はきついもんね。一旦そっち打つよね。OK、OK。で、燃やします。で、ここもフォーティア打っちゃうか。OK、OK。アベル引きました。フォーティア取られない位置の方がいいかな。 C2 フォーティア強そうですね。こっちにしましょう。このフォーティア取られないんで、よいしょ。でこれで相手がカイクマス多分 A2 ぐらいしか打てないから、あ、ってか飛ぶ、あ、飛ばないかこれでね A2 に打ったらカフネの炎上戦場なんですよ。なんでこれで、あとまあ外周もあるんで、これで勝ちかな。あ、E1 もあるけど、 E1 も外周なんで大丈夫ですね。このフォーティア絶対取れないんで、耐えれるもんなら耐えてみなって感じですね。オッケーオッケー。あ、そこあるか。そこで回復するか。まあ、言うてもね、どこ置いても絶対に強火なんでね。よしよしよし。ほら、よいしょ、エントン角土よ。で、ここでカトン豪華結局アベル来ましょう。ちょっと長引いたね。だいぶ長引いたこの試合。だいぶ長引いちまいやしたが、しっかり勝利していく。よし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 。オッケー、エントン角土、あざます。いや、ほんとナルト好きすぎかって感じだな。最近ナルトハマってんだよな。やっぱこう家にいる期間が長いと、いろんなアニメとかなんか見返したり、新しいアニメに手出したりとか結構ありますよね。最近テニプリとか見てるかな。なんか YouTube のテニプリのなんかあるんですよね、公式アカウント。それアニメ配信しててよく見てますね。テニプリね、好き。ちなみに僕はね、白石くんが好きですね。視点保持中の。なんか基本に忠実なテニスってかっこいいなって思いますね。そういう。雪村くんとかも好きかな。そういうなんか普通に基本がうまいみたいな。あ、待って。神谷か。神谷ね、ゴリ押し怖いに。で、オッケーオッケー。で、今日の神谷は多分マフェリが少ないと見てのフェリプティ採用が多いと思うんで、ちょっとロックはね、しっかり使いどころ考えないとな。で、ここで、はいはい、軸か。で、ここは C 打ちカフネして、はいはいはい、だからね定石外しに来る可能性もあるんだよな。
右下 X とか来るかもしれない。そしたらまあ D に打つんだけど、なんとかその場合は外周とかに打たせるような動き方したいんだけど、おーおおお、ニューイヤー日陰珍しい。あー、でも B 駒入ってんか。ってことは S5 の可能性もあるってことか。警戒しないとね。当ててもよかったから今。まあでもこっち打っちゃって、コンボ封印がない分どういう風に動くか結構考えさせられるけど、こいつのコンボ全然 1.6 だったら許容してもいいかな。どうしようかな、どうしようかな。あ、 X もあるか。あー、これあっつけましょうか。 E6 つけよう。でこれで強火で、おー、ツポン引いた、ツポン引いた、ツポン引いた。これあっち打ってあれで防御札ない状況危ないよな。これコルヌ切ろう。でこれでコルヌ切ることによって最悪 A3 打たれても、あの左上のファネイルが強火になる状況を作ります。でこれで角取らせてルキアで囲いましょう。威圧あればなんとかなるんで、オッケーオッケー。コルヌね、切ってもね、多分ティポンベルガでなんとかなるんで、これでいいっすね。オッケーオッケー。で仮にね、これでなんだろう、ルキア切っちゃうと D3 じゃないわ、 D4 か。あ、これリフィエルありだな。ロック切らないくていいな。そう、あの仮に D4 とかにこのファネル召喚入っちゃうとちょっとダメージが怖いなと思ったんで、一旦これでいいっすね。で次でティポン打って威圧かけながら攻めたいかな。オッケーオッケー、よし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 。ああと一旦ある。長えねえ君、君長えねえ。どうしようかな。ティポン、ティポン X で攻めるのはありだな。ロックあるしな。ティポン X しましょう。これで A2 で、ね、繋いできてもあれなんで、あのなんだっけ、このリンガットをね強火にしたいんで打っちゃいましょう。別にオーラとか引かれてないし、1万7000あればある程度強できるんで強いちゃいましょう。強いよ強いよ強いよですよ。こんな強よ強よの強よして、ライフバもそんなまあ出るけど、オッケーオッケー。そっちはもうめちゃくちゃ美味しいですね。これもう強火が4枚なんで、オッケーオッケーオッケー。であとはベルガで左下 X 打ってティポンを守ってあげれば負けることはない。よいしょ。でこれで D6 すらも強火になって、全部強火か。あ、強すぎ。オッケー、これは飛ばせるもんなら飛ばしてみなさいおじさんですね。いけるかなこれは。よし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 。でユニアさん、ゼロゼロゼロ、はいと。オッケーオッケーオッケー。まあまあ引き強かったけど、引き強かったけど、ティポーンさんがもう普通に強すぎる。ティポーンさんね、ほんと強い。あのセカンドシーズンの超ゴマ3体出たけど、ダントツで1位ですね、こいつ。一番強いわ。セカンドシーズン最強ですね、こいつ。よし、もう一回いきましょう。なんかさっきテニプリの話したけどさ、やっぱ基本に忠実な人ってね、大体うまいですね。基本に忠実にっていうのが、なんだろう、基本に忠実に打ってるだけでなんかいいとかじゃなくて、オセロニアにもいることなんですけど、まあ時にはね、こう変則的な打ち方とかさするのももちろん強いんだけども、やっぱね、基礎をねもうマスターしてるとね、本当にねこのゲーム強くなりますよ。なんで誰でもねこのゲーム上手くなれると思うんで、頑張っていきましょう。さあ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 、これロックのタイミング大事で、多分エンデガがいらないかな。よいしょ。そう、基本っていうのは本当に大事。規則だから、あの受験生とかだったら、受験生経験した人だったら分かると思うけど、本当ね、なんか英単語みたいな感じかな。もう英単語覚えるのって基本じゃん、勉強において。そういう感じっすね。もうそういう感じで僕考えてますね。はい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 。あんちゃん出ちゃうか。これ D6 打って、あ、これイベッティング先生か。はいはいはい。そう、やっぱほんと基本はねマジで大事。これアレス対面だからな、この打ち方あんま良くないかもしんないけど、まあいっか。アレス対面なんでね、普通に左下 X もありかなと思ったんですけど、 OKOK で、相手罠1でしょう。 OKOK か、振って、でこれ取ってきたら角から詰めれるって感じかな。アレスをねどう抑えるかがポイントやな。でこれでね、左下 X 打っちゃうと3枚、中火になって、 C5 打ってきても、まあ、別に問題ねえなって感じです。 OKOK。 成り打ちの対策としては、自分は結構こういう感じで打つかな。自分はね、人によって結構変わると思うんですけど。よいしょ、ほい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 。さあどんどん燃やしちゃって、
で、あくまでもここは D2 に打って、あのカードじゃねえわ、 A3 打たれてもカードから詰めれる形作って、あいつの罠発動してないとあれ返しはなかな。まあ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 、考えるだけだったらいくらでも想像はつくけど、さあこれ本当に緊張。おお、そくるか。だったら角から行かせてもらおうか。いらっしゃいませ、ホーティア。ラーニ、アナゴマ打たせないならルキアなんだけど、チュポーのタイミングでもない。でこっちはエンネが切ってるから、あくまでカイネゴリ押さないといけないから、まあラーニ切っとくか。よいしょ、グッバイラーニして、でここででもティターニア採用でしょ。通るないんじゃない、通るないって考えていいんですか。だからビーナスもないかな。ビーナスをティターニアにしてるって感じだと思うんだよな。ね、残り S2 が、S1 な。HP 的に見ても全然その辺が妥当ってところか。OK、そこ残してくる。これアベル来て。あ、ベルがいいね。ベルがいいね。どうしようかな。こいつこっちで取ろっか。今の声誰の声か分かんねえな。で A に入るのはティポンの方がいいかなって感じなんで、こっちでいっかな。でティポン、なんだっけこいつ、ティタニアのコンボは許容して、で今多分アレスは打ってこないと思いますね。相手の罠駒が1なんで、オッケーオッケー、はいはい、レモラします。レモラ入ってんだ、へえ。んーでティポン行くか。てか罠駒は全然来ないんだね。これ角打たれたら美味しいまであるから、これはちょっとこの回復取って、うわー、ミサトこんにちはですね。これちょっと分かんなかったな。そっか、ティタニアのカットがあったから分かんなかったんだ。まあまあ言うて大丈夫大丈夫。でアレスで E6当ててきたら1000未満で返したいけど、1000未満もうないから枯渇してそうやな。けど相手これ C2 以外に外周、いや E4 あるな、 E4 めんどくさいな。当ててきたか、これ取るしかないね。でも OK、 これは強火なんで OK で、あいつレイリーだよな。あ OK、 これ美味しいな。あいつレイリー、いやこれ打っていいな、 HP 全然余裕あるから打っちゃおう。でこれであのミサトが強火になるんで OK やね。よしよし、 HP 余裕だから打っちゃって OKOKOK でライフバつなぎに来るか。うん、このコルヌむしろ打たないと飛ばしがちょっと難しいよな。で人竜こっち切ってない、アベルだね。アベル欲しい、中火が欲しい、中火が。 OKOK、 ここでライフバ打たせて A2 にアベル打ちたいな。アーベルアベルアーベル、ふうふう、アベル来い。人竜、陰竜もコンボ2倍だから全然打っちゃってもいい。で今の B4 打たれても B1 に返せるから、で A4 に入られることもない。 A2 に詰めていいな。いや E1 ありやな、 E1 で3枚返し狙いに行こっか。これでいこう。 OKOK、 で別にこのミサトのコンボは許容できるんで OK。 でこれで外周を中火にしといて、次のターンフォーティアでぶっ飛ばしたいですね。オッケー、ラファエル来た。よし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 。なるほど、ラファか。オッケー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 。あとはフォーティアゲーミングですね。よっしゃ。ありったけの感情を込めて商品名、オッケー。よし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 。そう、まあ、成り打ち打たれた時は、結構その、左下 X 打つか、まあ、D6 から入って、さっきみたいに、B3 にカフネ置いちゃって、カフネ置いたら盤面的に厳しい状況を相手に、その叩きつけるみたいな感じでね、打つといいかなと思います。僕はそうしてます。あんまり参考にならないかもしんないんですけどね、なんだろう、そういう感じの動画をね、あんま出してないからね、たまには出そうかな、出した方がいいかな。僕はね、どっちかっていうとマイペースに楽しくやっていきたいんで、さあさあさあ来るかな。神と送れ、マジか。でも代償じゃないのはマジでありがたい。もうほんと代償の方がきついんでね、代償来ないのはもう本当にありがたゲーミング。つっても神タンは普通に怖いけどね。はい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 。お、これオリジナルアルベルラだな。オリジナルアルベルラ、ラーに切ってカフネ。はいはいはい。
とりあえずラーニがね、さっきからマジのお荷物、声楽のお荷物タカさん、でもタカさんはマジお荷物じゃねえかんな、勝率意外とあるから。今日俺声楽トークしかしない。待って、春ゴミゴミ焼き、ねいやでもこれはビーチ打ちたいな、打とう。そいつは許容しよう。あのアルベルダがコンボ弱いから許容の形でいきます。ちょっとやめろ。でもアルベルダショットでしょ、どうなの、 S あんの、チラッチラッ、やめてフェリア、やめてフェリア、あのシンジとかジークだったらもう許容するから、フェリアだけは。あ、よしよかったほんとよかった、いやよかった。どうしようかな、とりあえずこれな、ザフキ切るか、ザフ切ろう。よいしょ。でこれでとにかくね、カフネの炎上戦場にもう置かせる。とりあえずある程度無茶していいから、カフネの炎上戦場にね1枚置かせましょう。それ大事です、ある程度の無茶をしていい。で相手はゼウスか、なるほど、それは美味しいですね。でここ、おーおー、ハントが初めて、待って、ちょ、もっと遊ぶ？あ、もっと遊びたいんですか、あなた。どうしよっかな、どうしよっかな、どうしよっかな、どうしよっかな。外周を浮かせるなら右下 X もありなんだが、C6、あ、でも C6 でも外周取ってくれるのか。多分ロックが刺さる感じもしないけど、いや、もうロック打つか。なんか、あんまりね、テュポン切りたくないね、今。まあ、テュポン取られたらね、F5 とかにあのベルガとかも打てるから悪くないんだけど、一旦ロックで C6 に打たせとくか。一旦寝かせる。で、次 C6、あー、それコンボ強いな。どうしよっかな。これね、打たせて左上もありなんだけど、あ、人流ね、オッケー。ちょっと考えるか。D6 って左上 X 打ちたいんよね、俺は。許容するかどうかよな。いや、行こう。許容。よしよし。いやー、でももしかしたら、このどっちかでよかった説もある。でも、コンボ2枚出るもんな。くっそ、これ怖いな。怖い。めっちゃ怖い。だよなー。まあ。言うて威圧聞いてっから。まだ HP ある。で、アンプもあるし、俺はこれでよかったと信じる。俺はそう信じてます。で、キュポン。これ間違いない。OK。で、相手が C1 に当ててくる場合は、ベルーガ打って角から入られても、ベルーガのコンボで相手がそのカフネを取る時の炎上戦場で、E1 にダメマスが作れるんで美味しいですね。OK。で、これキュポン取りに行きましたね。で、これでベルーガ打ちましょう。OK。あー、OK、ナイス、ホーティア。そのホーティアナイス。で、これベルーガ打って、威圧しっかりかけると。で、燃やして、OK。ここで、あー、もうそこに先に作っちゃったっていうね、ありがとう。もうカフネがね、先に作っちゃいましたね。これベルーガがね、周囲なんで、E1 にダメますっていうのを絶対にね、作れるっていう打ち方だったんですけど、先に作ってくれましたね。ありがとうございます。で、これは、OK、こっちゃん。こっちゃんか。威圧効いてる。ベルーガあれ効いてる。ダメマス作れる。どっちに打とっかな。いや、普通にこれ3枚耐えれるな。うん。これもこっち打っちゃおう。で、ダメマス踏む余裕すら相手ないんじゃないかな、こうなると。OK。余裕がないんじゃない、余裕が。まあでも削ってくるかな。そうよね。OK。よし。OK。強要。おう。ほい。で、安倍総理と。これ安倍総理で飛ぶかな、飛ぶよね。下があれなのか、OK と。釣りなのかね、OK。よし。危ねえ。ベルガオピ。ちょっと引き強え、今日。よし。でもこれ D6 に当ててね、左上 X、ジュポンっていうね、感じで、D6 に当てることによって、下の相手の外周駒が2枚、っていうか1枚増えて、ベルーガのもやしが1個増えるっていう感じですね。今のテクニックもしっかり良ければ活用してください。あとこれさ、すごい火炎使ってて思うことなんだけど、おすすめの配信者の方がいます。レジェンドピラオさんっていう方なんですけど、もしかしたら知ってる人も多いかな。
レジェンドピラオさんっていう方がね、結構火炎をね動画で使ってるんですけど、かなりうまいですね。多分なんか火炎使ってる人の中でもうなんかダントツにうまいかもしれないっていうか、その僕もちょっとしか動画見てないんですけど、本当にああでもうまいってすごいね思った、そんな配信者さんがいましてね、よかったら見てください。どうしよう、概要欄にリンクでも貼っておこうかな。すごいね参考になります。僕の火炎よりも多分ね、なんか研究されてる打ち方をすごいするんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いしますって感じで、概要欄のっけとくか、のっけとこう、記憶が残ってればのっけときます。レジェンドピラオさんという方ね、めっちゃ参考になる。でもうすぐね、多分今登録者がね880人ぐらいなんかな。でもうすぐ登録者が1000人超えで、多分収益化とかもできそうだから、ここいらでちょっと よければね、皆さんの力で、なんていうのかな、皆さんの力で、レジェンドピラオさんをチャンネル登録して1000人以上に行って、レジェンドピラオさんの収益化をよろしくお願いします。いや別に頼まれてるとかじゃないですよ、レジェンドさんに。そんなんじゃないんですけど、どうしよっかな、こっち打っちゃおう。でこれ C5 来るんかな、なんとかね、カフネの炎上戦。てか俺なんで俺 こっちにカフネ打ってんだろう、今気づいた、打ってから気づいた、やべえ、俺角カフネ打っちゃったか。まあいっか別にこれで結果俺は、いや、なんとかしよう。アベルの中火だけでもなんとか、てかおーおーおーおお、マタンかな、マタンちゃんですか、あなた、マタンちゃん、マタンちゃんなのかな。あコルネ引いたね、これコルネで X 打っちゃおう。よいしょ、でアベルで頑張りたいな、よいしょ、お願いします。でアレス D6 来たとしても罠駒の中身がそんな強くねえから、おお当ててきた、あーはい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 、それはちょっとびっくり、当ててくるか、ベルーガ、うん、キューポーンで、うん、どうしようかな、いやこれベルーガにしよう、コルヌ切ってきたら中火できるからこれでいいや、でこれ回復しましょう。コルヌを取ったら相手外周になるんで、これで外周に一回置かせようか、これでいいんじゃね、よし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 、あそれは罠駒の中身弱いから無視しよう。まあ A4 とか打ってもいいかな、そうしましょうか、 OKOK でチュポン。てか俺本当に今日 S 引くな、今日がやばいな、アス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 、オッケー、アスアスして、でこれで相手がね、外周しか置けないんで、いや BR か、 BR けどまあ大丈夫ですね。オッケーオッケー、これで強火っすね、よし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 、 B さんとか来ると思ったんだけどな、呼ぶってきた時。そういう感じで、よかったらレジェンドピラオさんのチャンネル登録よろしくお願いします。応援しましょう、本当にね、こういうなんか本当に参考になる人っていうのをやっぱ支援していきたいですね。オセロニアをみんなで盛り上げましょう。さてさて、まあ、ちなみに自分もねしっかりチャンネル登録してます。結構動画まだそんなには見れてないんですけど、これから見ていくと思うんでね。さてさて、今何戦ぐらいした、5連勝ぐらいしたんかな、もう一回行こう。てかこれどんぐらい取れてんのかな、ちょっと今時間、あー待って待って、ちょっと確認します。時計、あ30分ぐらい取ってんのか、 OKOK 上等っすね。30分も勝てれば上等。まあでも1戦目が結構長かったかな、1戦目が耐久対面でちょっと時間食ったんで、試合数自体はそんなに長くない。てかもう火炎って大体そんな感じか、なんかすぐ終わった。いやー来ちゃった来ちゃった、落ち担当来ちゃった、やばい、落ち担当来たぞおい、しかも先行かよ、やべえってやべえって、どうしよっかな、これもうロックでヴィーナス出させないようにしよっか、ヴィーナスがマジできついかんな、 X のロック、アンナプールナ、アンナプールナ、アンプ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 
それだよ、それが一番きついよ。ちょっと待てよ。これで左上来た時に中火の状態だけ一応作るか。まだね、全体感引いてねえかんな。ちょっときついんですけど、これビーナスで X 来るよな。ザフキ打ってもね、自利品なんで、一旦こっちかな。うわー、弱い、弱くなっちゃったよ。これ、こいつ取っとこう。こいつ取っといて、でザフキ取らせる動きさせて、外周に2枚置かしたいですね、一旦ね。オッケー、ああ、よし、それは美味しい。アラジン切ってきた。オッケー。で、ここで、外周火炎とかを早めに来て。おいー、おいー、パッチョイー、どうしよっかな、これ。いや、まぁ、一回強火にしとくかな。リフェル打ってもね、あんまり効果的じゃない気がするんで、一旦こっちかな。で、ザフキーは取らない。オッケー。一応、これザフキー効いてるから。なんとかね、受けれるんですけど。痛い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 。ザフキ聞いてても全然きちいよ。ザフキやってもきちいよ。やべえ、やべえぞこれ。やばい、やばい。取ろ、こんなはずじゃ。いや、俺は、俺のセリフそれ、こんなはずじゃなかった。まずいよ、まずいよ。アンプーまだ引いてないけど。いやいやいや、ゴリ押し、ゴリ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 くんかよ。ゴリゴリくん来た。いで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 。あのライフバレすら怖いな、あいつの。オッケー、ティーポン、ティーポンいいね。あー、よいしょ。やっちゃチップ、やっちゃやっちゃやっちゃ。今日エンデが出てっから。でもエンデが引くタイミングな。次一回アンプ引いときたいところもある。欲張りかって感じなんですけど、これ威圧で多分ね、ほとんど物理ダメージ通らんから、特殊ダメージで通すとして、相手が引き弱すればワンチャンある。 S2 枚切ったな。でザ、メイティス切った、メイティス切って。オッケーオッケー、それそんな強くないな。それそんな強くない、しかも外周。熱い。変えなきに。よしよし、いや、なんかアンプアンプアンプ、いや、なんかいけ。アンプいた、待てよ。待て待て待てで、おつけおつけおつけ。おつけ。アンプ打てば確実に一旦耐えれるとして、次のターン飛ばせんのか、これ。あ、こうか。これだったらアンプ切ってきたらエンデガが次4枚で打てるんよ。それでにかけるしかねえ。これだ、俺の選んだ選択。うわー、お前がアンプ打つのか。うわー、これはやられた、これはやられた。まずい、お前がアンプ打つんか。だったらリフィエルでおつけ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 、リフィエルでここ当てて、あのこいつのアラジンの子も弱くして、いやー、お前がランプ打つか。でもこれ次のターンエンデがいいと問わねえんだよな。くそーくそー、これダメだ、これダメだ。いやー、いや、頑張って頑張って頑張って。くっ、21はあかん、21はあかん、あかんあかんって。いや、そっちかランプ来ちゃうか。あらら、あら、これは負けたかな。なんか奇跡起きない、奇跡、あ、起きない。ありがとうございました。いや、ちょっときつかったかな今のは。あそこでアンプを取らせて、もうトップエンデが4枚にかけようかなって思ったんですけど、ダメでしたね。ってことで、お疲れ様でした。まあ大将以外にはいけるかな。神タンですら、もうやっぱこう HP の高さから威圧をこうかけれるようなターン数っていうか、HP が高いんで、今日の補正だと結構耐えれるんですよね。長期戦になればなるほど火炎って強いところがあるので、そういうのをね、念頭に置いて打っていくといいと思います。ってことで、今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でしましょう。この動画面白かった、参考になった方、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。